カッパにヘを喰らわす。月岡吉都志がヘは、肛門から排出される気体で、腸で発生されるガスも含める。おなら、ガス、質疑、転出器などとも言う。平均的には、大人は、普通1日に、合計8から10リットルの量のヘを5回から20回に、わたり放出する。ヘを放出することを放屁という、大腸で、ウェルシュ菌などによって分解される時に腐敗し、硫化水素、 二酸化用、二硫化炭素、インドール、スカトール、亜鉛などのガスが大量に発生し、時には臭いの強いガスが発生する。小腸上部で消化吸収されなかった食物の残渣は、小腸の下部や大腸で、腸内細菌の作用によって分解される際に、腸内ガスを発生させる。このガスのほとんどは腸管から吸収されるが、吸収しきれない分が、肛門から排出される。 また、食事の際などに飲み込んだ空気は大部分が、ゲップとして排出されるが、少量の空気が消化器に入る。そのうち血液中に吸収されなかった空気が、ヘとして排出される。回復手術を行った後は、腸管全動運動が一時停止し、ヘが出ないようになる。また、手術後に、ヘが出ることが、腸機能の回復した証とされている。小腸には、 食物繊維を分解する酵素がないため、繊維分は、小腸で消化吸収されず、大腸へ送られて分解される。その際に発酵して、ガスが発生する。したがって、食べたものの種類や量、または体調によりガスの発生量や匂いが異なってくる。食物繊維は、大腸でしか分解されないため、食物繊維の多い食物を多く食べると、それだけガスの量も多くなる。 その際、大腸で乳酸菌などによって、水素やメタンのガスが多量に発生するが、全くの無臭である。これらの食物を多く食べると、大腸でウェルシュ菌などによって分解される時に腐敗し、硫化水素、二酸化用、二硫化炭素、インドール、スカトールなどのガスが大量に発生し、臭いの強いガスが発生する。胃、腸、肝臓、胆道、水臓の病気や、 均衡対象の際には、タンパク質の腐敗による不快な匂いのガスが発生することがある。炭酸飲料をよく飲む人は、摂取しない人よりもガスの量が多いという俗説がある。ヘは、音や悪臭を伴うことが多いため、人前での放費は一般にマナー違反とされ、本人も恥ずかしさを感じる。このため放費を我慢したり、ゆっくり音がしないように出したりすることが多い。 静かに出しても周期がきつく、周囲に不快感を与えることが続く場合には、食生活や体内環境の改善が必要となる。ヘが自分の意志と関係なく頻繁に出てしまう病気については、過敏性腸症候群を参照腸内のガスの9割は、体外から口と鼻を通って入ってくるもので、残りの1割は体内の微生物により作られる、主成分を一家に示す。 主に肛門の近くにいるメタン菌によって合成されるが3人のうち2人はメタンを一切含まないヘをすることが分かっている。メタン菌がいないと硫酸還元菌が優勢になるため硫化水素が増加することも。これは大腸菌等の腸内菌がガスを排出する際に一緒に放出されてくるものである。1回あたり数千数万個が放出されると言われる。 腸内ガスに近い匂いを発することがある。これは便秘している腸から腸内ガスが吸収され、血管内を運ばれ、肺から放出され、高校に至るためである。ヘには水素、メタン、硫化水素など可燃性ガスが含まれるため、ライターやマッチで火を近づけると燃えることがある。これは体質、食したものなどによる成分によって、よく燃える場合と燃えない場合がある。面白半分に行うと、 二三回を発生したり、火炎による火傷を起こしたりする恐れがある。おならは、おならしが略されてできた、尿棒言葉で、へよりも上品な言い方であるとされており、およそ、室町時代にできた言葉である。元来は、への内音が鳴ったもののみが、おならしであるため、音のしないへを、おならと、表現するのは、厳密には雇用であり、江戸時代に、これら音のしないへを指す。 すかしっぺという表現ができた。へをすることを、へをこく、へをほうる、ほうひするという。ほうるとは、古くは、くしゃみのことを、びひるといい。びくしゃみるとも書いたように、鼻水その他を体外へ放出することであった。また、へに関する慣用句や俗語としては、いたちの最後っぺ、へのつっぱりにもならない、へとも思わない、へたれなどがある。現代では、公共の場においてほうひすることは、 あまり良くないとされる。日本では、ヘイコール汚い臭いなど良いイメージを持たないものが、大多数であるからである。車の中やバス、満員電車など人が密集する、可能性の場所でヘをすることは、面白半分でも、多くの人に不快感を与える恐れが強い。誰もいない場所やトイレでするのが、一般のマナーとされている。1873年2月8日、東京、 押し上げの土手において放棄した女を羅卒が連行し、罰金75銭を支払わせた。これに憤慨した女は、罰金額が法外であるとして、警視庁に抗議、1872年の東京意識、異常例では立証弁や落書きといった、現在の軽犯罪にあたる行為などを規制していたが、放棄に関する規定はなく、罰金刑は不当なものであった。このことは、当時の新聞で議論を呼び、 法費の規制も条例に加えるべきとする意見と、生理現象であり規制すべきでないとする意見とに分かれた。後に、司法教の江藤新平は通達を出し、法費は規制の対象外として、罰金も返還された。また、当時開業したばかりの鉄道では、客車内での法費に罰金を課す、胸の掲示があった。俗説では、欧米諸国等では法費は、比較的失礼とされず、 ゲップの方が失礼とされるが、文化圏、階層、個人などにもよる、マラウイ共和国では、公助領族を遵守するという目的で、2011年2月、公共の場所での放棄を禁止する法案が提出された。一般に行儀が悪い、無礼な行為とされる放棄を自在に操って、一種の音楽を奏でるなどする曲芸がある。これを曲へ、行う人を放棄士と呼ぶ。 日本の絵巻物などには法飛合戦という画題がある。室町時代に制作された福富造氏というおとぎ造氏は法飛の芸を披露して立身する沖縄を描いている。九州地方の民話にヘヒリ、嫁、ヘヒリ女房などと題するものがある。古典落語に天室に天式がある。うつむき加減の姿勢で法飛に着火し、下着を小損する危険行為が各種メディアの中で認められる。 ヘの色漫画やイラスト、アニメなどで分かりやすくするためにヘが煙のように表現されることがある。モノクロエでは輪郭や灰色、カラーでは黄色や茶色で描かれることが多い。これは作画的効果を狙ったものであり、実際のヘは無色透明である。武器ゲームやアニメなどでは相手に向けて放棄しての攻撃の描写がある。 楽曲カメムシカメムシは防衛のために悪臭を放つためヘッピリムシやヘヒリムシなどと呼ばれおならをすることをおならを振るという長崎県ではヘップリと呼ばれる実際は公共の覆面に地帯ある周線から分泌されており種によってはリンゴのような匂いがするものもある結盤のヘ日本におけるナンバープレートではヘはヘを連想させるとして使われていない ナンバープレートと同じく、江戸時代の町引けし、いろは48組に、え、組はなかった。地名山梨県中央市の地名、西新居は、かつて、西陣へと表記したことで知られた。競技中のへ2018年11月に行われた、ダーツ世界大会で、対戦相手のハッシュタグ集で影響を受けたと、抗議する選手が現れた。ありがとうございます。